裾が長い、エラインスソが短い、ミニウェディングドレスとは、英語の講義では、国や民族及び宗教などに関係なく、花嫁衣装のすべてを総称する意味だが、今日の日本では、西洋式の結婚式で、花嫁が着用する白いドレスを示すことが多い。そのため、本記事では後者について述べる。ストラップレスドレス花嫁衣装の一種であり、ヨーロッパを起源とし、 西洋の白人文化の拡散に伴い世界中で普及している。ドレス本体とそれに合わせる衣装や、ウェディングドレス専用ファウンデーションなどは清潔感や清純さを象徴する白色を基調としており、白色系のドレスは一般的にピュアホワイト、オフホワイト、アイボリーの3色に区分される。稀に桃色、水色などのカラードレスが見られるが、それらも、 極力淡い色を用いる。ドレスの形状については、アメリカの市場調査によると21世紀初頭には、市場に出回っている、ウェディングドレスの約75%が、ノースリーブとストラップレスドレスとなっている。欧米における、結婚習俗や婚礼は、ギリシャローマ文化とキリスト教文化をもとに発展を、遂げてきたものであり、現代社会において、世界中で、 一般的になっている、婚礼監修の多くも西洋の結婚史から由来する。起源はローマ帝国の時代に遡る。ヨーロッパにキリスト教が普及すると結婚式は教会で行われるようになり、その際に王公貴族の花嫁が婚姻儀礼用に着用した衣装がウェディングドレスの始まりであった。中世では青、赤、 緑の絹やベルベットの布地を基調に、金紙、銀紙の刺繍の縫い取りがあるものが着られた。この婚礼衣装は、花嫁の家の経済力や、社会的な地位などを誇示することを目的とした、ため非常に豪華なものであった。また、しばしば家紋の刺繍も入っていた。16世紀末になると、スペイン宮廷での流行を背景に黒や暗色が、 ウェディングドレスの色として流行した。この色は特に中産階級の間でもその手入れのし、安さと、婚礼以外の祝祭日での着用が可能であることから、積極的に取り入れられ、20世紀初頭に至るまで、広く着られた。1900年頃には、黒のドレスに白いベールというスタイルも流行した。白いドレスはすでに資料上17世紀末まで、遡ることができるが、 18世紀後半以降、特に19世紀に入って、ビクトリア女王の結婚衣装をきっかけに急速に普及したとされる。元来、世界の諸民族、諸文化には独自の結婚装束があったが、白人主流派の先進国であるアングロサクソン諸国の文化の世界的拡散により、ウェディングドレスが広く普及し、従来のものを圧倒している例も見られる。例えば、 東アジア文化圏においては、白は、死傷族の色であり、本来は忌み嫌われ、刑事には避けられたが、西洋文化の流入とともに日本は、もちろん、韓国、中国、台湾などでも、純白のウェディングドレスが好まれるようになっている。日本では、1873年に、長崎で、磯部おなりという女性が、 中国人と結婚した際に初めて、ウェディングドレスを着用した。2年後に、森有のも、西洋式の結婚式を行ったが、当時の日本には、ウェディングドレスはなく、薄来品であった。その後も、洋式の結婚式はごく一部の著名人に限られた。一般向けとしては、1929年の、婦人雑誌に、洋装花嫁として、 ウェディングドレスを紹介する記事が出たのを講師とするが、当時の結婚式は、親善式、人前式が多数であり、普及しなかった。第二次世界大戦後は、アメリカ文化の流入で一般にも知られるようになったが、ウェディングドレスの絶対数が少なく、洋装での挙式を受け入れる体制が不十分だったこともあり、1960年頃でもウェディングドレスの利用者は、 全体の3%程度であった。もともと、ウェディングドレスは、欧米人の立体的な体型に合わせて作られた、ものであったが、西洋白人文化への根強い土計服装をはじめとする生活様式の洋風化、また、和装の花嫁衣装に比べて廉価で着用も容易で、あるなどの利点があり、一方で、森花江、桂由美、江間正永西村幸子、 畑横、高山久子など、国際感覚の卓越した、ファッションデザイナーにより、供給側の充実も図られ、1960年代後半から1980年代にかけて、日本でも、急速に普及し、和装を圧倒し、現在では、花嫁衣装の主流を占めるに至った。1974年には、フランスのプロニプシアなどの海外ウェディングドレスブランドも、 参入した。肘状丈の白の長手袋を本来ウェディングドレスは、キリスト教における、婚姻の儀礼用の衣装であったので、戒律に厳しく、儀式を重んじるカトリック系の教会では、肌の露出を抑えることが求められた。そのため、ベールで顔を隠し、胸元が隠れるようにすること、上着は、基本的に長袖としてには、白の手袋が着用された。また、 ドレスにつけるトレーンは長いものを使用することが望まれ、長いものほど格式が高いとされる。しかし、第二次世界大戦後は社会に対する宗教的規制が弱まり、自由を求める機運が高まったことや、女性の社会的地位が上がったこともあって、ウェディングドレスのデザインも従来の観念にとらわれなくなり、また、女性の美や魅力を強調する傾向もあって、 ストラップレスドレス、バックレスドレスのースリーブ、ホルターネックなどのような肩、胸、背を大胆に露出するものが人気を呼び、日本でも1990年代からこうした方のドレスが増えている。そのような袖のないドレスでは腕には肘状まである白の長手袋を着用するスタイルが正式である。また、近年ではローブデコルテ風のウェディングドレスデザインも脚光を浴びている。 純白のドレスとベールは、本来は諸女のみ着用が許されている。諸女でない女性は着色されたドレスを着用する。恐怖、テルトゥリアヌスは、聖書のリベカに習い、諸女の花嫁はベールを被るべきだとした。ベールは、女性の諸女性と従順の象徴である。中華人民共和国では、近年、大学を卒業する。 女子大学生がウェディングドレスを着て卒業式に参加することが流行している。ありがとうございます。